こんにちは。こんにちは。今日はスペシャルゲストで大阪府泉大津市の南出健一市長をお迎えして滋賀県下3市、甲賀市、近江八幡市、それと東近江市の、自民党の、関岡議員で対談をさせていただきます。はい、南出市長と各議員の皆様から非常に貴重なご意見をいただいて次の活動に結びつけていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。突っ込みますけど、お迎えしてって言ってね、大瀬さん泉大津です。そうですね。お迎えしてじゃなくて、ごめんなさい、もう一回ご紹介。そのままでいい。すみません。押しかけて、ね、押しかけて、ね、押しかけて、ちょっと緊張しておりました。すみません。はい、はい、それではですね、ちょっと私の方から簡単に南出市長についてご紹介をさせていただきますね。昭和54年の生まれということで、私昭和53年ですし、森議員も同じ53年ですよね。僕はまあ厳密に言うと早生まれなんで54年なんですけど。あ、そんなら同じ学年なの？学年は早生まれだから違うんですよ。まあどっちでもいいです。はい、非常にお若い市長さんで、主にですね、ワクチンの後遺症とかですね、副反応とかですね、そういったことに対して、まあ、ほぼこの方しか活動してなかったと言えるぐらい、まあ、去年なんかはですね、第一人者の方でございます。で、まあ、私はですね、今林秀美整形塾という塾にも入らせてもらってるんですけど、その先輩でもあられて、本当に塾の中で学んでるようなことを、まあ、本当にしっかりと実践されている、本当に素晴らしい市長さんだと思って、尊敬させていただいております。経歴を言いますと、平成19年に泉大津市の市会議員選挙初当選されて、特当選なんですよね。で、2期目も特当選されたんですよね。すごいですよね。で、3期市会議員さんに務められて、議長も1回されているということですよね。副議長。あ、ごめんなさい、副議長です。で、平成28年に、市長選挙に立候補されて、初当選されて、今2期目をされているということで、はい、非常に42歳です。42です。すごい輝かしい経歴をお持ちですね。そんなに考えたことなかったですけど、まあ、でもまあ、必死です、必死のパチです、うん、でも僕すごいなと思うのは、すごい経歴を持ちやけど何もこう選ぶるところなくですね、まあ、実直にすごく公務に当たられているというところは本当に政治家の鏡だなというふうに私は思わせていただいております。とにかくですね、今この南出市長はですね、子どもコロナプラットフォームというものを、はい、このワクチンの害に関する情報を集めて発信して予防活動をしようという活動を去年の秋ぐらいですね、はい、10月ぐらいですかね、立ち上げられて、その波が徐々に広がっていって、今や名古屋市長だとか、まあ、我が甲賀市長もややその、まあ、元々はワクチンどんどん打てって言ってた市長の一人だったんですけど、南出市長とオンラインで対談をさせていただいてからちょっとトーンが変わってきて、この間の3月議会の閉会の時にも一旦ここでやっぱり立ち止まる時が来たということを、まあ、議会の最後にはっきり言われたので、はい、明らかに変わってきたなという印象を受けてます。はい、で最近国の方でもあれですね、はい、相談の窓口を設けようとか、そうですね、そういったふうに国もちょっとずつ変わってきてるから、はい、この南出市長の落とした一つの波が今どんどん広がってきているということを私は感じています。ぜひこの南出市長の旗のもとですね、どんどんこの活動が広がっていくことを期待しております。まず南出市長から一言ご挨拶いただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこの籠がね、ご紹介いただいてありがとうございます。まあ、子どものワクチン接種についてようやく他市のね、この副議長さんもちょっと待てよと、で勉強したいっていう人も増えてきましたし、全国でもこの国会議員さんもそうですし、都道府県会議員、そして地方議員、皆さんがね、これについてちゃんと学んで、正しく啓発をしたいっていうような動きが起こってます。先般も子どもコロナプラットフォームで勉強会やったところ、全国300人を超える政治家の方がご参加をいただいて、今の国会でもかなり質問をやっていただいたり、日々いろんな国会議員さんから連絡が来て、どういうふうに質問をやっていたら、現場で何が起こってるのっていう声をよくいただくようになりました。こうやってまた皆さんで勉強して、それぞれの地域からね、
あのやっぱり未来の子どもたちを大人がちゃんと守る、そのために正しい知識を得てしっかりとあの伝えていくっていうね、そういう活動が広がったら嬉しいなと思いますし、今日はそのきっかけにまたなってくれたら本当に嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、今日ご参加いただいているあの銀さんの、紹介を、していきたいと思いますので、まず東近江市の方からあの3名来られてます。まずあのトップバッターにあの山本議員をお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。東近江市議会議員の山本直彦と申します。昨日私自身ちょっとコロナのこの高度コロナ禍が始まった頃からなんかおかしいなと、ちょっとこういろんな違和感を感じておりまして、まあ、そんな中で、まあ、これを解決していくためにはワクチンだということで、まあ、一気にこう進められているこの状況をずっと、まあ、不安に感じていまして、まあ、細かくこう mRNA ワクチンだとか、ね、いろいろこう言われるんですけれども、本当に大丈夫なのかっていうのをこうずっと思っておりました。で、1回目2回目でこう接種が進んでいく中で、まあ、なかなかこう確かな情報っていうのがこう得られない、まあ、そのような日々がこう続いている、ほんまに安全なのか危険なのかっていうのが私自身もよくわからない段階で子供に打たせるということになって、こらあかんぞというので、まであのいろいろこう調べさせていただいて、まあ、この子供コロナプラットフォームもこれ糸目議員からご紹介をいただいて、参加もさせていただきましたし、まあ、そのような中で、今回あのこの前の3月議会でもちょっと触れさせていただいておったんですけれども、まあ、そのような少しでもねあの同じようにちょっとこれどうなんかなっていうふうに思っていただける方が増えたらいいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは引き続きまして、同じ東近江市からあの青山隆議員、はい、お願いします。滋賀県東近江市の、青山隆と申します。私も本日あのここにあのお邪魔させていただいたの経緯というのは、まあ、同僚議員である山本議員が議会でも質問されたというところもあり、そしてまた、テレビ報道でもスポーツ選手がワクチンに関してはすごく拒否反応を示したというところもあり、まあ、私自身もスポーツやってきた中で、まあ、これは体に関したことはしっかり自分で考えなあかんというスタンスをしっかり持ちたいなというのと、で、まあ、多くのものに流されるという感覚を少しでもなくしたいという思いと、しっかりと自分で調べて知るということが苦手な日本人をもう一度考え直さなあかんのかなと、これを機にそういうチャンスが来たのかなということも思いまして、今日いろんなお話を聞くのが楽しみで寄せていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして東近江市からあの森哲平議員、はい、よろしくお願いします。あ、はい、東近江市市議会議員の森哲平です。よろしくお願いします。あの僕もあのきっかけはあの山本議員からあの子どもコロナプラットフォームを紹介していただいて、はい、まあ、あのその15歳から11歳までの子どもを接種が始まるにあたって、まあ、僕自身もあの今8歳の娘がおりまして、それであの、まあ、実際に接種するかどうかというふうな選択も、ね、あの迫られる中で、やはりあの今まで の, あの接種の状況を見ていると、まあ、接種して当たり前みたいな、そういうふうな、まああのね、あのあの世の中の空気があった中で、あのやはりあの不安があったので、まあ、自分でもいろいろ調べてみようと思って、それであのこの前 の, あの研修会と参加させてもらって、はい、まずあの知るとやはりちょっとやっぱり不安の部分もありますし、で同様にこういうふうにあの、ね、分からないことがある中で、こういうリスクがあるとか、まあ、こういうことがあるっていうのをやっぱ発信していくのがやっぱり仕事かなと思って今日参加させていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。では次は同じ滋賀県の近江八幡市から道下直樹君、よろしくお願いします。ありがとうございます。あのお隣 の, あの近江八幡市の市議会にやってます道下です。まあ、私自身はあの実はワクチンも2回接種してる身でして、でそのワクチン接種したのなんでかって言ったら、あの、まあ、やっぱ周りが打ってたから、うん、とあと結構効果があるんじゃないかなと思って打ちました。でただ今 の, あのオミクロン株になった時に、あれこれワクチン効果がないんじゃないかなっていうのをすごい疑問に思ってしまって、でなおかつ疑問に思ってる上で3回目接種4回目接種やって話になってきたんで、だんだんこれはおかしいんじゃないかなというふうに思ってたところ、毎日の議員から
まあ、いろいろ教えてもらって、で、まあ、前回 の子どもコロナプラットフォームにもちょっと参加させてもらって、でやっぱりちょっと自分の考えの中でもやはり子どもにメリットがないのに打たせる必要があるんかなというふうに思って、また今日はちょっとそういったことも含めていろいろまた勉強させていただきたいなと思って参加させてもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。自己紹介遅れましたけど、今回司会進行させていただいております同じ滋賀県の大橋市の、議会議員の糸目正樹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私もですね、ちょうど去年、東近江市さんも同じなんですけど、去年の10月が選挙だったんですけど、ちょうどその選挙活動をするときにですね、いろんな地元の方とやっぱり、お話聞く機会が普段より多いわけなんですけど、その中でどこどこのおばあさんワクチン接種した後に死んで、これどうなんっていう声を、まあ、いただいたんですね。で私もその厚労省の方で、まあ、当時で、まあ、1000人超えた超えてないって言ってたと思うんですけども、その数字は聞いておったんですけども、それが、まあ、実際身近で証言を聞いたものですから、これはやっぱりちょっと一回確認せないかと思って、実際に、まあ、高岡市の健康福祉部というところの部長に聞きに行きました。で聞いたところ、こんな噂があんねんけど、これちゃんと部長把握してるのって聞いたら、そのことはちゃんと把握してますってはっきり言ったので、なんでこんな大事なことを言わないんやと、議会で一回も報告なかったんやんかと、おかしいやんかと。でそこにちょっとやっぱ私も火がついて、何かが起きてるという疑問をやっぱちょっとそこで感じたので、その頃からですね、なんとかしようと思った時に、ちょうど子どもコロナプラットフォームが立ち上がって、まあ今日ちょっとここにお見えじゃないですけど、富田林市のね、南方泉議員が、今度南出市長が子どもコロナプラットフォームというのを立ち上げるんやけど、まあ、糸目さんの名前連ねてくれへんって言われたんで、まあちょっと選挙前やから、まあそういった中で名前加えさせていただいて、まあその後いろいろと南出市長も12月にお会いして、非常にすごい掘り下げて頑張っておられるという、その姿を見て、やっぱこれは何とかしていかなあかんなと思ったところです。で、まあ先輩ちょっと先ほど言いましたけど、まあ、南出市長の非常に熱いアタックでですね、我が高架市長 の岩永博市長がですね、オンラインで対談に応じてくれまして、約30分ほどですけど対談されて、でその岩永市長 その対談後の、まあ、表情がすごくなんかこう澄み切った感じで、いや一回ここで立ち止まらなあかんなということを本当になんかあれはもう真心で言われてたなというのを私は感じましたし、最後終わりの方に南出市長今度は一回リアルで会いたいなってこと言われて、と思ったんですよ。あ、岩永市長ここまで言ってくれなかったなと思って、いい勉強だなと思って、本当に南出市長 のご人徳と、まあ、それが岩永市長にも響いたなということをすごく痛感したところです。この活動をですね、どんどん広げて輪を広げていくということが世論を変えていくことだと思いますので、また皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。つないでくれました、ね。まあ、私は言われた通りにやっただけなので、やっぱりそれが大事ですよね。その、まあ、連携ですね、重ねです。そうですね、連携だと思います、はい、本当に、はいはい、ありがとうございます。はい、それでは本題に入っていきたいなと思います。まず1回目の1つ目の、話題と議題というかですね、3月3日にその先ほどから話されていますの子どもコロナプラットフォームの、議員取り組み対象の、ズーム会議がありまして、で、まあ、私も出席させていただきましたし、山本議員、森議員、道下議員に来られていただきまして、その話題についてまず総括的に南市長の方からそのズーム会議でお伝えしたかったことをちょっと要約していただけたらなと思います。そうですね、はい、やっぱり分からないことがほとんど多い中で、うん、5歳11歳を進めることは非常に危険だと、うん、いうことで、まず前提の知識を皆さんと共有する、それを知って皆さんがねどう感じるか、で、あの時も300人を超える方が参加やっていただきましたけども、うん、反響がすごく大きかったなっていうのと、やっぱり届く声はちゃんとこれを学んでおいてよかった、でこれは市民国民にしっかりと伝えないといけないって使命感が湧いたっていうようなお声がたくさんいただきましたので、こういう声をねやっぱり影響力のある政治会議に広げたいなと思いました。で、まあ、ポイントは3つですかね。大きくは、やっぱり必要性と合理性っていう観点から見たら全くわからないですよ、ないんですよね、どれだけ勉強やっても、うん、
でその、まあ、振り返ると1つ目はエビデンスがないと思います。うんうん、で2つ目は、子どもの重症化っていうのは極めて稀であるということ。そして3つ目が、これまで見ててもこの副反応の状況がやっぱり異常じゃないかと思うような状況だということを、まあ、事実に基づいた判定からお話します。あれ一人これお医者さんも専門家もはっきり説明やってないですよね。でそれがやっぱり厚生労働省が出すものとか、まあ、都道府県が出しているようにね、このワクチンについての QA とか見てたら誤解を与えるようなやっぱり表現があまりにも目立ちすぎると。でそういった人たちがちゃんと勉強やってるかって言ったら確かにやってるように見えないですよね。なのでそのあたりをやっぱり冷静にメリット、まあ想定されるメリットですよね、だけじゃなくてやっぱりリスク情報で特に分からんことが多いってことも含めてですね、正しく情報発信やってもらえるのが広がる、まあ一つのきっかけにあの勉強会になったのかなっていうような感じています。非常に反響は大きくて、青山議員は、まあ、当時ちょっと出席されてなかったですけど、多分この、山本議員、森議員が出席されたことが影響して今日この場にお越しになったと思いますので、確実にその波は広がっていってると思います。実はあれがきっかけで、僕あの時も言ったのが、もし、皆さんが周りで政治家を集めてとかね、そういう勉強会をやるとき、オンライン30分一本勝負で、できますんで、いつでも言ってください。じゃあ僕は時間ね、空いてるときは全て行きますって言って、実はどうでしょう、この2週間ぐらい、毎日1本から多いとき3本、政治家さんが、主催の勉強会にオンラインで出て、時はリアルで、他の議会のね、議会から呼ばれて、そこの議員半数以上の方が出席やってるんで、お話し合ってね、意見交換とか言ってもほぼ毎日が続いてますよ。それ議会として議会の中で有志の議員勉強会という形で、大阪の茨城市ですよ。茨城市さん結局15名ぐらい参加です。15名ってすごいですね。半数以上参加ということで、そういうことをね、リアルではなかなかいけないですけど、それもオンラインで、させてもらってるので、そういうのはやっぱり皆さん行動されてきましたよね。実際に、それの積み重ねでどん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 、そうですね、その積み重ねです。どうでしょう、そのズーム会議出席された皆さんからちょっとコメントいただきたいなと思うんですけど、まず山本議員の方からいかがでしょうか。ですね、内容的には事前にいろいろちょっと調べさせてもらったりとかさせてもらってて、そこを、一つは南出市もそうですし、すごく分かりやすくお伝えいただけたんじゃないかなっていうのは、思うところと、あとちょっとどれぐらいの方が参加されるのかなっていうのは正直ちょっとこう疑問というか、ちょっと私自身の周りでもほんの何て言うんですかね、こういうスタンスに同調というんですか、共感してくれる議員さんってあんまいないんで、そこから考えるとちょっとあれだけ集まられたっていうのはちょっとびっくりしまして、柳沢先生が、スライドを使って説明をされている中で、その子供を守るのが親の責任だろうと、もうほんまにそれをね強くもう共感してしたんで、私もほら一保護者親としてそこはしっかりとこう覚悟を決めてそういったことを伝えていかなきゃなというふうに思いました。まさにおっしゃる通り、大人が本来子供を守らないといけないので、その子供によって大人を守るリスクあるものを前から危険に、その子供を盾に大人が守ろうとしてるんかというふうにもちょっと思えてくるような最近のこの広め方なんで、そこはすごく危険やなという危険ですね。これでは森議員どうですか、ズーム会議に受講された時の印象というか。僕もね、山本議員が教えてもらって参加したんですけど、参加者が多いのにもびっくりしましたし、参加されてる議員さんが本当にいろんな議員さんがおられた、本当に党
派とか、まあ、そういう価値観関係なしで、やはりその子どものことをやっぱりその親がしっかり守る、子どものために情報発信をしていかないといけないっていうふうな気持ちをすごく感じた勉強会だったというのが一番大きな感想でした。なんか、事前にはある程度ワクチンのことって予備知識とかあったんでしたっけ？まあ、軽く、まあ、こういうリスクがあるとか、うん、心筋炎とかそういうのの事例があるとかいう、本当にそれぐらいなんですけど、うん、まあ、リスク確率でいうとね、そんなにめちゃくちゃ高くもないですけど、うん、やはりそこはその親の責任でどうするかっていう問題がずっとついてきますから、うん、まあ、そこをやっぱりそのほんまに子供に渡すのはその親の責任だよっていうのをしっかりやっぱりこう発信していくのがやっぱ大事なんじゃないかなというふうに思いましたね。うん、はい、ありがとうございます。それでは大見八幡市の実際に参加されてましたので、はい、実はその当日のご、お昼に僕実は議会質問の日だったんですで、うん、ほぼ全く同じ内容だったんですけど、まあ、ちょっと実は勉強不足だったなっていうところがちょっとその子どもコロナプラットフォームを受講してちょっと思ったところだったんですけど、ちょっと一番疑問に思ったのはその質問時に疑問に思ったのは5歳の子と11歳の子が全く同じワクチン打って大丈夫なのかなっていうのはすごい思ってたんですよ。で、まあ、そういうの疑問に思ってたんですけど、ただやっぱりその受講した時に思ったのがこんなにメリットデメリットの方が多いワクチンを子供に打たす必要があるのかなっていうのをすごい感じました。で、まあ、その後はやっぱり、ツイッターとかで自分の情報とか発信していくきっかけにもなったんで、うん、まあ、大変受講してよかったなと思ってます。はい、511のね、その5歳11歳の体が違うだけじゃなくて、その上の年齢でもね、あれ欧米人が基本になったワクチンなんですか、全然男性平均体重80キロです。うん、そうですね、うん、12歳でいいね、しかも人種も違う、うん、そこに対する知見も足りない、大丈夫かと本当に思っちゃいますよ。じゃあ医療って、うん、本当に言うと医療っていうのは相手によって千差万別なはずなんですよ、対応の仕方が、体の大きさから年齢から人種から健康状態からにもかかわらず、ワクチンって一辺倒ではい打ち合いにというところはやっぱりちょっと論理的じゃないですよね。そうなんですよね、宿主側の要因っていうことを今回一切話にないんですよ、うん、でも根本ってそこちゃいますか、うん、だから年齢ごとのこの例えば副反応ね、うん、まあ、して何より重症事例死亡事例年齢ごとの数と割合、うん、これを同じように年齢ごとの副反応の疑いですよね、うん、重篤患の死亡事例、うん、年齢ごとにやっぱり見比べていく、うん、すると、あ、この層高齢者になっていたらやっぱりもしかメリットがあるのかなってなった時に、もう一個考えなあかんのは宿主側の要因ですよね、うん、その人の健康度によってもう全然やっぱり本当に必要なのかそうじゃないかとか、うん、ね、この話がないってところが僕すごい今乱暴というか、うん、これからそこがやっぱりポイントなんじゃないですかね。だからそこが可視化されてくるとね、うん、その人の健康とかね、今の特定健診の可視化できないんですよ、うん、今いろんなやっぱりツールというかありますので、なんか違う角度から健康状態可視化やっていくと、うん、ある程度その人の健康度もしかしたら免疫の状態が分かると必要なのか必要じゃないのか、うんうん、とかそんなのも見えてくるんでしょうね、うん、これから その人類のテーマじゃないですか。そう、うん、おっしゃる通りです。私もちょうどね、12月の議会で質問させてもらったときに、まあ、福岡市ではですね、またトレー、報告書って言ったんですけど、244名ワクチン接種後に亡くなったよという、まあ、答弁があったんですけど、まあ、それはね、一人走りで、244名がワクチン全員、ワクチンで死んだっていう情報だけパッと流れちゃったんですけど、私もそこまでは思ってないんですよね。ワクチン打った後に、車に離れて死にましたっていう人も全部、ひっくるめての244名なので、これどこまでが、まあ、言ったら有効数字なのかというのをやっぱり見極める必要があると思ったんですけど、やっぱり僕このズーム会議でこのデータが出てきたときに、うん、はい、これやっぱり重要だなと思ったんです。
ていうこれも接種日から死亡日までの期間ですよね、うん、私もここちょっと着残しとったんですけど、このデータがものすごく僕ね、あの、はい、これ2人で通った2日目が死亡のピークであると、だいたいこの過ぎたところが、まあ、1ヶ月24日ぐらいからもほぼゼロになっているということで、4週間以内に亡くなっている人はやっぱり疑ってかかるべきだということが、うん、まあ、このすごい目から鱗 で、それでいうと甲賀市はあの10月末時点で48名亡くなっているんです。だからここはやっぱり調査せないかという確信を得たので、あのやっぱり今回すごくのデータの面でも、まあ、これ以外にもいろんなデータをあの伺って、あの今までこんなこと言ったらやっぱり自分が変なんちゃうかとか、都市伝説のこと言ってんじゃないかって思って自分の中で悩んでたところを、やっぱり論理的にこうやってデータをこのズーム会議で出していただけたということは自分の確信につながったので、そういう意味ですごくあのいいあの会議だったなというふうに感じました、うん、あの非常に大事な、ね、うん、データを質問されて、ね、うん、小林さんで出されたと思います、はい、あの同じような傾向が全国の自治体で起こっている可能性は、うん、あの大いに考えられるので、はい、このあたりね、あの他の自治体も我々の自治体を調査やってますので、ついでやって調べていくと見えてくることがあるかもしれません、はい、ぜひその一般質問なんかでもですね、こういうネットワークでね共有をしていけるような、またこのズーム会議で第2弾第3弾の時にですね、全国の一般質問とかをあの共有できたらいいなと、今日はあの私含めて5人 の、 あの議員が集まっていますけれども、あの一部この3月議会とかですね、あの12月議会であのワクチン関連の質問を、した議員さんがあります。私もさせていただきました、山本議員と、道下議員、それと私3人ですけれども、それぞれ の、 あの一般質問についてあの簡単にご説明をいただければなと思いますので、あのトップバッター山本議員の方からお願いします。はい、あの今回ちょっとあの代表質問があったんで時間短かったんですけれども、あその時間短い時間をまあフルに使ってできるだけこう情報提供してもらおうということで、まあ、ワクチンも含めてですけど、まあ、コロナ感染状況、まあ、特にあの10代とか、うん、0歳から9歳までとか、そういったところで、どうなのか、まあ、聞くところほらもうあの本市で、東尾市では重症化もいないとか、うん、もちろん死亡者もいないとか、そういったことがまあ発見してましたし、でワクチン接種後の、まあ、副反応について、まあ、全国的な数字と、あとまあ市内で、あの先ほどあの糸目議員が、おっしゃってましたけれども、あの市内で接種後にお亡くなりになられた方の、数字っていうのは、私の方は、質問では、まあ、24時間以内に亡くなられた方、うん、この3日まで、で7日まで一週、14日までというふうにちょっとお聞きはしてたんですけど、さすがにちょっとなんかまあ統計上というか24時間というところは集計が出なかったので、そこはまああの東近江市では、まあ、2月28日現在で市内で、3日以内に4人で、7日までにさらに8人で、さらに14日までで19人で計31人がお亡くなりになられましたと。ただ、まあ、ただしあの因果関係は不明ですというような、まあ、答弁をいただいて、で、まあ、そこから先に5歳から11歳のワクチン接種は何のために打つのっていうことであったり、で、まあ、最終的には、ね、東尾市としてそれを推奨してるのかっていうことを、まあ、お尋ねさせていただいて、まあ、そこはやっぱりリスクもあるのでということで、まあ、推奨はしていません、うん、まあ、ただし基礎疾患がある方とか日本の体制を整えていくのは、うん、まあ、市の責任にはありますというような、まあ、答弁をいただいたという、まあ、大体その辺が主な内容でした、うん、これごめんなさい、私からいいと申し上げますけど、14日間で何日にって言ったら、まあ、2月の時点ということも考えて、人口比も大体12万人ですね、映画上見市が、うん。11万ぐらい。あ、11万ぐらい。高架市との人口比、まあ、一応今、暗算できないんですけど、そんなに数字変わらないですね、やっぱり、高架市と、うんうん、あの。10月末時点で48名なので、あの4週間。こんな感じです。だから、大体2回やった数字ですよね。うん、だから、統計的に同じことがやっぱ起きているということですよね。それまでにコロナで亡くなっておられるのは9人しかおられない。委員会で、除人会で、これ、調査すべきでしょうという話をしてるんですけれども、全然もう反応が、もう議員からもない。これで、この中で、この国の救済制度に申請やってるのは 何人ぐらいいらっしゃる？ここにはね、多分ないというか、多分分かりませんっていうような。そうなんですよ、多分ね、ほとんどの方が、
そもそも気づいてないとか、うん、やってないとか、やったとしてもほとんど申請を受け付けてもらえないっていうのは、うん、ほとんどやと思いますよ。それでおそらくこれご本人ご家族も気づいてないんですよね、うん、もしかしたら、うん、気づいてない人はワクチンで死んでるかもしれないってことに気づいてない。そうです、うん、いつ頃打ちました、もしかして それから確かに体調くるおかしなってるっていうのね、うん、初めてそれで気づく人って結構いるんですよ、うんうん、なので多分脂肪だけじゃなくて実は体調がちょっと違和感あるとかやっぱりなんかおかしい、うんうん、それがもしかしたらワクチンがきっかけになってるかもしれないっていうところにすら気づいてない人がいるけども、うん、お医者さんとかが訪ねていってやるとねあれって気づく人もいるんで、あのだからそういう気づかせ方をちゃんと伝えてあげたら、うん、実はもうってからねちょっと関節がおかしいとか、うん、ヘルペスがとかなんか物忘れがとかね、直接の原因は分からなくても実はそうやって接種をやって長期で体調おかしいっているんですよっていうことを気づかせてあげたら、うん、もしかしたら私もって気づいてくれる人がいるかもしれないです、うん、大事だと思います。そういうのをシンガポールでね、今相談窓口も設けるべきだって国の方からお達があるという中でシンガ窓口を設け作ってですね、あのそういう質問を投げかけていくことによって気づいてもらうというそういうチャンスを作るというのは市としてできるんですか。できます、ものすごい大事です。この以前の接種は、うん、だから高齢者の接種始まった段階で独自の窓口作ってるんですよ。こんな窓口、最近名古屋さんがね、うん、やりましたけど、うん、あの日本初って言ってますね、実は出雲さんも特にやってるんでいや名古屋さんすごいと思いますよ、ちゃんとこれ作って、うん、で、以前のうちは明日です、4月1日の広報誌でもワクチンの副反応とか後遺症で悩んでいる人の相談窓口がちゃんとあるんですよということを広報誌でもう一回周知あるんですよ。やっぱり我々自治体の責務っていうのは、うん、市民のね命、そしてあの健康、中長期の健康も含めて、うん、どう守っていくかっていうのは我々責務ですから、うん、困ってる人がいたら、でも実際現に全部がたくさんいますから、ね、うん、目を背けずにちゃんとあの相談の窓口を作るっていうところは当たり前のことだと思うんで、ぜひあの他の自治体さんもね、もうやる気あればすぐできますから、ね、ちゃんとやっていただきたいですね。逆にこれファーストのあのテーマとしてですね、うん、あの6月議会で相談窓口を作ってはどうかという、まあ、一つ課題をいただいたと。とにかく泉大津で接種を始めたタイミングで開設やってます、うん、で同時にうちはあの、副反応のアンケートをあの QR コードから、ね、入ってもらったらあの登録できるっていうのをそれも作ってるんです、はい、最初からやってますっていうのがあのうちはもう担当の職員とかもあの当初から勉強してやってたんです。あれおかしいぞって分からんことが多いやんって、うん、うん、ちょっとこれ待てよって、で海外のね先行する事例なんかも、うん、結構あの私の方で情報取って勉強やってたんで、うん、これは同じことが起こりかねないなっていう不安があったんで、うん、もう最初から相談窓口と副反応があったら、うん、登録やっていただく、すると我々もその状況を見ることができるんで、うん、まあ、そういうことやってました。道下議員の質問について、はい、あの、まあ、質問した内容はその3回目のワクチンの有効性について、まあ、言ったらあのオミクロン株にほんまに効果あんの、これ打つメリットあんのっていうことを確認させてもらったのと、あとなんで3回目ワクチンの接種の時にあのファイザーとモデルナの交互接種が認められたんだっていうことと、あとの小児ワクチンの先ほどあの説明したあの5歳から11歳同じワクチンでいいのかっていう質問と、まあ、市内の、まあ、ワクチン副反応疑いのこの審査会 の現状について何人審査にかけられたかというのと、あと厚労省 そのワクチン接種後の死亡事例の中に近江八幡市民何人入ってますかという質問とで、まあ、それを質問したんですけど、まあ、本当は聞きたかったのはワクチン接種後に接種後に亡くなっているとのの統計をちょっと聞きたかったんですけど、これは実は大宮島市取ってないって言われました。でワクチンが原因で亡くなったか亡くなってないか分かれてんので統計取ってませんっていうふうに言われました。でも接種日の記録は取ってるんですか。接種日の記録取ってるんですよ。でその1日後2日後に亡くなってても普通の死亡で取り上げられてたみたいで、
まあ、その解釈はどうにせよ、うん、接種日分かる、死亡日分かったら、その時計を絶対出せるはずで、出せないと思います。あのね、これほとんどしてやってないですよね。だから俺、高橋さんの伊藤議員がね、あれ質問やってくれて皆さん気づいてますけども、ね、やろうと思ったらできます。できます。で、出た記録取りますよね。記録は、接種日ができます。うん、この商品も、この接種日と死亡日がどうやってるいうで、俺、3日以内やろ。それで、まあ、開い出してもらった。それも言うたんですけど。統計ですからね、うんうん、あのその因果関係までは分からない、うん、でも、うん、統計として事実をやっておくっていうのは大丈夫、うんうん、で最後ちょっとかかりながら私の方から質問内容を言わせていただきますけど、私ちょっと12月と3月両方今させていただいて、まあ、12月の質問は先ほど来出てる話で、あの市内で接種後に亡くなられた方の数字を出してくれている中で、やっぱり私の中で思ったのは、あの私のスタンスとしてはやっぱりあの接種やっぱりどうしてもしたいという人もいっぱい、そこは私は否定しないんです。だけどあくまでやっぱり個人の判断でなされるものであって、同調圧力とかあのワクチンパスポートとかそういうあのそれ以外の要素でもって打たせるというのはこれはやっぱりおかしいから、あの情報はしっかり公平に出して個人の判断で打たせれる環境を整えるのが行政の責任だと思いましたので、であの3月議会ではあのちょっと切り口を変えたんですけど、あの未接種者に対する差別をやめさせる条例の制定をあのしてくれということをあの言わせていただきました。あの議会答弁の中で、あの今の市長もあのそういう差別は許さないということはもうきっちりと明言していただいて、ありとあらゆる形を通じてあのその市の姿勢は発信していくということは明言してくれました。は議会の最終日の市長挨拶の中で、あの、まあ、ワクチン3回目の接種率について報告をされた後に、とはいえと言って一方でと言って、うん、あのまあ、この1年経過した中でワクチンの被害もいろいろと報告が出ているということで、あの、まあ、一旦ここで立ち止まって情報の制御をするということをしていきますということをはっきり言われたので、あの私としてはすごく岩永市長 の、 あの理解がご理解をだいぶあのいただけるようになったのかなと、もう一歩もう二歩あのまたあのそういうふうにこう理解を深めていただければ、高架市でも舵取りが方向が変わっていくんじゃないかなという期待を今ちょっと持たせていただいているところです。ちょっと今後こういうのもありやなと、こういう質問もありやなというふうに感じられた点があれば、青山議員から森議員両方からちょっとお話聞きたいですけど、青山議員から。はい、まあ、大変勉強になりました。あのいろんな数字を集めること、データを取ることも大切だということで、市長言われた通り、打ってよい人、悪いダメな人、それが、まあ、その辺の統計から出てくるということをしっかり検証していいかなということですね。まあ、ただあの5歳から11歳のワクチン接種に関して、まあ、ゴールデンエイジと言われる世代に食べるものから注意しろという、うん、言われている世代にそれを本当に打っていいのかというところの、先ほど森に言われた我々の責任ですよね。そこを果たすのにもしっかりとしたデータを取る、うん、でまあ、我々みたいなこういうあの活動がまたワクチンに対しての逆煽りにならないように、うん、僕らは情報発信をしていかなかったというふうなことを思わさせてくれました。また今後さらに勉強をしていきたいなというふうにならさせていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ森君。あ、はい、あ僕もあの勉強になりました。で、あの青山議員が言われた通りに、そのワクチン反対ではないんですよね。やっぱあのワクチンが打てるような環境になったっていう情報も大事ですし、その中でやはり違和感感じたところの数字とかそういうのはやっぱり僕もこれから聞けたらあの聞いて、それでその情報提供をしっかりした上で、やはりその保護者の皆さんに判断してもらうとか、自分たちがどのように判断をするかっていう、そのいろんな情報をもとにしっかり判断してもらう環境を作るのが、あのもうこれから頑張ってやっていかないといけないかなということだというふうに感じました。それではあの最後のテーマで、移りたいなと思います。今後の活動ですね、今こうやって対談をさせていただいておりますけど、どういう活動をしていったらいいのか、またご意見ある方出していただけたらなと思いますが、
手っ取り前、僕らできる中で一番手っ取り前はやっぱりこの輪を広げていくこと で、ね、はい、で各地に同じような考えを持っている議員さんを作っていく、これがやっぱ大事じゃないかなと思うんで、まあ、実は大宮八幡でも同じように子どもコロナプラットフォームの研修会を見てくれた議員が一人いはって、本当に、はい、南議員、知らない人、はい、でやっぱそういったことでちょっとずつでもいいんで自分の議会からでも、うん、で、まあ、横のつながりで広げていくっていうのも大事かなと思います。これまさに、まあ、子育て世代が 今実際にここも集まっていると思うんです、うん、まあ、そこに実際に、まあ、議員ができることといえば、まあ、同僚議員に伝えることとしてはね、自分らの子供たちのお父さんお母さんにもしっかり勉強してやというふうなことを伝えることが、うん、まあ、そこも必要だと思いますね。まさにその通りやってます、うん、はい、結構この伝え方がちょっとやっぱ先ほどから近いところがあるのですけど難しいなというのは思ってて、うんうん、いろんな考えをお持ちになってやられる方々ですので、全然こう考えが違う方にこうだよというふうに言ってもそこでこう反発されるようになってくるので、まあまあ、最近まあ心がけているのはできるだけまあ情報発信をしていって誤解を取ってこういうことを考えとんだろうなっていうことをまあできるだけ多くの方に伝えていって向こうからいや私もねって言ってちょっと心配やったのっていうふうにこう一人でもこうあの声をかけてもらえるような人をこう増やしていきたいなと。ですね、結局同調圧力で自分の意見を抑えてたけどっていう人を向けて発信することが大事だよね。山本議員の知り合いじゃない方からも僕がこれあの上げて山本議員に上げてあるけどどうなんやって聞かれたことがあるので、うん、やっぱり反響があると思います、うん、それがこうやって議員を込んだりとかいうことにもなったから、うん、やっぱり発信ってやっぱ大きいと思うんですよね。表に出てる情報だけじゃなくて、うん、怪しいなと思うような情報もなるべく伝えてそこで先も言ったみたいに判断してもらうような環境を作るのが大事かなというふうに思います、うん、まあ、そこはフラットな立場でその情報を伝えるっていうのは私から一つちょっと提案なんですけども、うん、まあ、今日滋賀県の、甲賀市、近江八幡市、東近江市の3市がから議員が集まりました。今度はこの議員じゃなくて各市から市長を呼んできて、はい、で南で市長と意見交換をするという場をしかもできれば公開の中でパネルディスカッションの会を開催できたらなっていう思いがあります。もう南で市長はもうぜひともというお立場やとは思いますけど、はい、その時また滋賀県にお越しいただけますか。担任さんは喜んでいると思います。インディゴスだけでできないんですよ、うん、もうやっぱり気づいてくれてちゃんと立ち上がってね啓発とか正しい発信をやってくれる首長さんが増えることっていうのは、うん、これ大きなより良い方向に行くね、推進力になるんで、そうですね、ぜひそうやって連携やってくれると増えたら嬉しいし、最近ではね、岡下岩永市長もそうだし、はい、京都府の八幡市長、はい、堀口市長も、わざわざ出雲に来て勉強をやっていってくれてるんですよ。で、美濃加茂市の藤井市長もそうですしね、会って直接会ってお話やりました、うん、やっぱりそうやって意識持ってくださる方が少しずつ増えてきてるんで、うん、間違いなくね、ちゃんとこれ一緒に勉強やりだしたら、うん、気づき出す組長さん増えると思うので、うん、ぜひまたきっかけを作っていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。本日はありがとうございました。どこまでも話をしたいところではありますけれども、まあ、時間の限りがございますので本日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、最後に南出市長から、まあ、全体総括的に、はい、感じられたことを、お言葉いただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。最初の自己紹介の時からね、皆さんが社交辞令じゃないってことがよく伝わったんですよ。で、やっぱり学ぶ中で気づいてこうやって実際行動してるっていうやっぱ行動が本音だなって思いましたし、政治家ってねやっぱり同調圧力とか、うん、世論がこうだからとかじゃなくて本当に市民と国民を思った時にどうあるべきかを元にやっぱり僕ら行動しないといけない、うん、それはね、体を張ってされている、皆さんこうやって来てくれたっていうのは私自身もすごく心強いし嬉しいです。学んだら皆さんこうやって立ち上がるじゃないですか、うん、
だから絶対まだまだダメですよね、うん、だからそのまず学びましょうっていうのを政治家が率先やってやる、その機運を作るっていうことと、その政治家が周りの、ね、うん、市民、国民、あの保護者、ホームス、親御さんとかね、そういう人らに伝えるための活動を全部これ広げていってくれたら、きっとあのより良い方向に流れは変わっていくと思います。とあと合わせても5歳10歳の接種も始まってますけど、接種の回数が増えるに伴って必ず起こってはならんが、あの副反応等の被害が間違いなく出てきます、うん、でその時にやっぱり泣き寝入りを作らないためにどうするのかっていうことも相談窓口だけではなくて、ね、うん、その後ちゃんと心身向き合ってくれるお医者さんの存在、全国今全国有志医師の会に立ち上がって、うん、あのどうやってね受け入れていくか見ていくか治療していくかっていうようなあのお話議論勉強会立ち上がってくださってるお医者さんも全国ネットワークして増えてきましたので、うん、ぜひね我々そういった人たちとも連携をしながら、はい、あの誰一人泣き寝入りを作らないという思いで活動を広げていければと思うので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。